Konnichiwa Minisan, hello everyone, how are you guys doing today? On today's video, I'll be watching. I was surprised at the behavior of Japanese people. I was really impressed by his attitude, guys. But before I get started, please do not forget to give this video a thumbs up and kindly subscribe to my channel. Without further delay, let's check this out together. どうしよう、誰もおらんやん。ほら、まあ、私のよくあることだ。いいですか、やった。台湾が一番好きって。広島駅の色がかわいい。広島駅ヤッホーリニンだぞ。雨降ってきました。よいしょ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 。今から宮島に行きたいと思います。今回の宮島は何年ぶりだろう。まあちょ、6年前が。時間早っ。前宮島に来た時はね、現地の友達連れてきてもらったので、もう全部忘れちゃった。フェリーも乗りますね。とりあえずフェリーのところに行きますね。あ、マネージャー乗りたい。すっげえ。IC カードで行ける。 IC カード、 IC カードが、あ、いけた。へえ、なんか新しくしたの。前も2つだったっけ。ね、楽しい。すごい綺麗。とりあえずついていくわ。すげえ、小学生たちかわいい。見えてきた。この鍋やばくない？私はできる女なので傘持ってるよ。いい。いや、雨より風やばいな。さすが島だ。可愛い写真撮りたかったのに。ここめっちゃ覚えてる。なんか鹿いるはずじゃない？鹿は誰もおらんやん。この前ここ来た時さ、紙袋持ってんねんけど、あれ持ってるだけですっごい食べられたんですよ。あ、こっちやな。風やば。台風じゃない？あ、ヤッホーリリンだぞ。え、すごい偽物みたい。聞こえてる？わあ、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。やば。あ、思い出した思い出した。ここでめっちゃ写真撮ったことあるわ。懐かしい。この前来た時はね、結構時間あまりなかったので切って一瞬で描いたんですよ。だからあまりちゃんと回ってないから、今回たくさん食べ物を食べたいと思います。やば、ずっとおでこ見てるやん。うん、すげえ。あ、買ったや、広島のくせに。懐かしい。ここちょっと挨拶しましょう。今から約400年前になります。そうなんや、400年。私もツアーに入っちゃった。お邪魔します。扉がついています。ただね、まあ、中に入ってお手洗いをするわけではないんですけども、はい、トイレットペーパーをね、食べてしまいますので。なるほどね。うわー、前は下には入ったよ。傘直したら雨が強くなったら、あれ？めちゃめちゃ雨ようなんや。あー、どうしよう。私は濡れてもいいんだけど、でもカメラちゃんがすごい濡れててちょっと心配やな。ダメや、どうしても写真撮りたい。なんで雨なんですか。あよや、え？やべ、めちゃめちゃ濡れてきた。意味などカメラちゃんは、あ、こうしたらいいじゃん。確かに賢い。意味などあ、ブサイクだぞ。うわ、
ほら、やられた。みしょみしょだ。恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。ちょっとだけお前にしましょうか。でもよう考えたらさ、私運めちゃ良くない？だってみんな来るときは基本晴れだったのに、私は雨。逆に違う雰囲気も楽しめるってことやな。なんか楽しくなってきた。あ、鹿ウンジたくさん。もうカフェかわいい。すごい綺麗。ロープウェイ。ロープウェイあるの？初めて知った。お邪魔しました。よし、今から食べよう。すごい、すごい作ってる。ここ誰もおらんけど、他人行かないとこ行くのが好きだから。あ、やべえ、開いてないや。ミスったわ。あ、だから誰もおらんか。かわいい。なんかお茶が全部うまそう。あ、上にたくさん会社乗ってるやん。いつか私の名前も入れとこうか。リリンだととか。うん、レモンソーダ、ね、おかわり200円。こんにちは。あ、もう始まってますか。どうしようかな。広島レモンソーダ一つください。はい、はい、取ってもいいんですかね、この感じ。あ、はい、ありがとうございます。はい、いただきました。あ、ちょっと席あるんだ。この店いいですね。おかわり200円でいけるし、守備も変えられるからもう最高じゃん。あれや、すごい美味しそう。じゃあ乾杯。うま、やば、超美味しいだけど。もう普通のさっぱりのレモンソーダじゃないんですよ。多分つけたからちょっとだけ苦味あるんですよ。でもその苦味があるからこそ、もっとさっぱり深みがあるんですよ。コクがあるんですよ。口からのグラデーションもできてるからめっちゃうま。このおかわりの200円、お酒もいける。最高だ。雨のりんちゃんやで。あ、あった、これか。こんにちは。すいません。はい、一人です。はい、はい、まっすぐ行ってください。ありがとうございます。おかわり行ってきます。あれ、かき食べたかったんだけど、同じ店やねんけど、そのルールはこの飲みかけは禁止。おかわり、多分満タンの状態で入らないといけないっていうことみたいですね。やめたわ。うん、食べてみようかな。あれ、一個行きたかった店は開いてない。なんで？開いてるって書いてるのに。まあ、私のよくあることだ。食べてみようかな。こんにちは。一人で行けますか？はい、中にあってないですね。ここで。あ、はい。今何万かきってありますか？はい、はい、ですね。あ、はい。あ、はい。じゃあ、焼きかきは2つで。はい。はい、ありがとうございます。わー、生かきだ。いただきます。うまっ。焼き付けなのにめっちゃプリプリ。うまっ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。やっぱ超美味しかった。超美味しかった。ちょっと悲しすぎません？マジでどこ行っても今週に終わんだよね。やばっ。あ、うまっ。うまっ。あ、いいですか。やった、やった、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。お茶はフリーです。やった。ありがとうございます。日本茶もあるし、ウーロンもあります。やった、最高。今日はここしか空いてないけど。あー、そうなんですね。海外の人も体験しますよ。お上手ですね。やった、嬉しい。あの、交換のして、これ台湾のお土産です。パイナップルケーキです。嬉しい、美味しい、これ。そうです。母が台湾時々行くの。あ、そうですか。そう、うん、一番好きで。嬉しい。
お料理、日本の人の、はい、あの好みに合うみたい。私行ったことがないの。母はよく行くの。ああ、なるほどですね。で街も綺麗だって。じゃあそうしたらそのお母さんの分もぜひ。いいですよ。嬉しい。一人旅？一人旅です。そうなんだ。はい、待ってちょっとじゃあ。え、映していいですか？これは何ですか？あ、わ、あ、これあれですか？あれ日本語わかんないですね。これフライパンでお料理作る時でもいいし、はい、あ、これめっちゃ見かけるんですけど、同じ宮島のこの作詞と、はい、もみじまんじゅうが、はい、この島が発祥、はい、一番最初。はいはい、やった、嬉しいです、ありがとうございます。すごい、すいません、5番です。はい、ありがとうございます。焼きたてのもみじまんじゅうやり、いただきます。お、うん、もコシがあるんですね。選べられないんですけど、美味しい。もう天使のお姉さんと出会ったおかげで、その今雨降ってもすごい心が晴れになりました。お姉さんありがとうございます。見てるかな。お姉さんのお母さんもぜひまた台湾に遊びに来てね。なんか意外と満足ですね。心が満足からかな。今からもう船を乗る準備ですね。実はこれから次回会う撮影があります。楽しかった。はい、台湾人やねんけど、世界の台弁喋っとる人間でした。ほな、広島も違う動画もありますので、ぜひ見てみてくださいね。よし、行き帰りは違う船乗ることができました。あ、綺麗、人多くない？海だぞ、あれできたやん。Oh my god, thank you so much, Miss Lily, guys. She's so cute and adorable, guys. Wow, she's such a beautiful lady, guys. I really enjoyed watching this, guys. She's so sweet, respectful, and polite, guys. She has a Japanese attitude, guys. I really enjoyed watching this, guys. Japanese people are so nice and accommodative, guys. I really love that about them, guys. So that's it for this video. Do not forget to give this video a thumbs up and kindly subscribe to my channel, like, share, and drop a recommendation. See you guys in the next video. Bye, lovies.